ねえ、夏希、昨日のインスタの男紹介して。光、急にどうしたの？もしかしてユータのこと？名前わかんないけど、その人かも。超絶イケメンじゃない？あー、顔は確かにいいね。夏希狙ってたりする？ないない、私は彼氏いるし。昨日なんで一緒にいたの？大学の時にバイト先が同じで、今日みんなで久々会おうってなったから。なるほど。ユータさんって彼女いそう？てかいるよね、あの顔面なら。いないって言ってたよ。マジで？うん。逆になんでいないの、あの顔で。もしかして性格に問題あり？性格はいいと思うよ。普通に気使えるし、物腰低いし。じゃあなんで？女癖の方が。すごい浮気する？そんな感じかな。私はあんまり深く知らないけど。なるほど。てかそもそも彼女がいない、特定の女の子がいないって感じ。うわ、女を泣かせる系か。どうだろうね。でもずっと女には困ってないらしい。その説得力えぐい。どうする、繋ごうか？うん、とりあえずお願い。あんなイケメンとエッチしてみたい。わろた。じゃあその胸伝えるね。ありがとう。1時間後。ユータ、昨日はありがとう。さっき話した光招待した。どうも、光です。ユータです。どうする、一旦3人で飲む？光とユータはどうする？私はどっちでも。いきなりユータさんと2人だと緊張して何も喋れないかも。そんな崇めないでください。今週の土曜はどうかな？私は日曜の夜だけ行ける。俺も日曜夜行ける。よし、じゃあ日曜にしよう。適当に店決めとく。ありがとう、夏希。サンキュー、夏希。数日後。夏希、本当にありがとう。どうだった、ユータは？もうイケメンすぎ。いい匂いもしたし、最高すぎた。でも身長165センチだよ。低身長関係ない。見た目が良すぎて。そこまでベタ褒め？26年間生きてきて初めてだよ、あんなイケメンに出会ったの。じゃあ今度は2人で会いな。うん、そうする。夏希、本当にありがとう。ちなみにユータからも LINE 来てたよ。光のこと可愛いって言ってた。う、嬉しい。あとおっぱい大きいの好きらしい。いいカップでよかった。数日後。光、明日の予定なんだけど、行こうって言ってた店が休みだった。うわ、マジか。店どうしようか。俺の家の近くに焼き鳥屋があって、そこがすごく美味しいんだけど、そこでもいいかな？焼き鳥大好き。着物作りとか好き？生大好き。エロいって。そういう意味じゃない。じゃあそこのお店にしよっか。はーい。翌日、お持ち帰りされました。え、ご飯の後ホテル行ったの？うん、ユータの家。マジか。イケメンすぎてずっと顔見てた。それだけで満足でした。笑うって。今もう帰ってるの？ううん、まだユータの家にいるよ。私が先にシャワー浴びて、今はユータがシャワー浴びてる。シャワー浴びる前にやったのか。店で普通にキスしてたし、その時から我慢するの必死。迷惑行為でくさ。ほんと、絶対店員とか見慣れてた。あ、お風呂上がったみたい。また後で連絡します。翌日。光、昨日はありがとう。マジで気持ちよかった。ありがとう、ユータ。もう本当に顔面が良すぎて、エッチの時ずっと見てた。ずっと目合ってたからな。まあ俺も光の顔好きだからずっと見てたんだけどな。嬉しい。また誘ったら会ってくれる？うん、会いたい。ありがとう。待ってます。1ヶ月後。ねえ夏希、ちょっと相談。何、どうした？ユータの彼女になりたい。え？初めはセフレでもいいって割り切った気持ちでいたんだけど、会う回数が増えていくたびに本当に好きになっちゃって。てか付き合ってなかったの？うん。どれくらいで会ってるの？1週間に1回は会ってる。結構すごい頻度だね。そうなの。前も生理だからエッチできないって言ったんだけど、家に招いてくれたの。ねえ、それセフレなの？よくわかんない。でもエッチ以外も普通に楽しくて、もっと一緒にいたいって思ったの。そんなに好きなら告白したら？ずっとやんわり断られてる。どういうこと？好きって言ってもさ、ありがとうしか返ってこない。
うわ、普通に女の影も感じるし辛い部分もあるなって。え、女の影って？茶髪の髪の毛落ちてたりとか。それはユータが悪いよ。うん、でも私セフレだから。私から注意しとこうか？絶対やめて、関係性悪化したくない。そうだよね、ごめん。うんうん、相談乗ってくれてありがとう。1ヶ月後。ユータ、今行ける？ヒカリ、今はごめん、今日は夜勤のバイトなんだ。あ、家に行きたいんじゃなくて。あ、違うのか？前々から話そうと思ったんだけどね。うん。私って彼女になれるかな？え？初めは遊びだけでよかった。本当にユータの顔が好きで、夏希にも紹介してもらったし。でもね、最近本当に好きになって、私も来年27歳になるから、そろそろ遊んでなれなくて。え、結婚したいってこと？それはゆくゆくの話だよ。今はただ付き合いたいの。ダメかな？形にこだわらなくてもいいかなとは思う。え？光が俺のこと好きな気持ちわかるし、俺も光のこと好きだよ。今の関係のままでも俺は楽しいし、付き合いたいとも思ってる。でも俺はまだバイトだしさ、稼ぎもないから結婚って言われても。結婚は全然大丈夫、いずれって話だから。うん、でもそう考えてるなら俺とはやめた方がいいかもよ。え？俺結婚願望なんかないし、月の給料15万程度じゃ無理だよ。お金なんて関係ないよ、それに会えなくなるのは嫌だ。本当？でも今は付き合えないよ、それでもいいの？うん、いい。ありがとう、俺がいい仕事を見つけられたら光と一緒になりたい。嬉しい。今日は夜勤頑張って。明日は何してる？明日なら空いてる、来る？行く。半年後。ねえ夏希。どうした？光、私他の男と遊んでもいいのかな？ん？何の話？もうユータのセフレも半年以上経つけど、そろそろ切らないとって思ってる。どうして？今でも週1くらいで会ってるし、エッチは気持ちいいし、一緒にデートすることもあるし、楽しいのは楽しいの。でも付き合ってはくれないし、私が把握してるだけでも他にセフレ2人はいるし、私も27歳だしって思って。うん、私はずっと気になってた。そうなの？うん、紹介したのが私だったし、ユータもユータでいいところはあるし、でもいつまでもクズだなって思ってた。でも光が好きなのは知ってたから、どうすればいいんだろうって。なんか最近好きって何ってなってる。一緒にいるときは楽しいの、外でデートするときには周りの女がユータの方を見てるし、そのとき優越感みたいの出るから、私的には鼻高々になるし、それに見合うだけの私でいなくちゃって、ダイエットも積極的に頑張ったし、いい関係性だとは思う。でも半年経って気づいたけど、ユータって本当にお金がなくて、私今でも5万くらい貸してるけど帰ってくる気配ないの。え、お金貸してるの？貸してるって言っても、一緒にご飯食べた時に私が代わりに出してる程度だけどね。ああ、なるほど。いつまでも夜勤のバイトしてるし、もし仮に付き合って結婚しても割と厳しい生活待ってるなって。それは絶対そうだね。そこで最初の質問に戻るんだけど、今私を口説いてくれてる人がいるの。え、誰？不動産会社の社長さん。社長？どこで知り合ったの？ユータにドタキャンされて、一人でバーでお酒飲んでたの。その時に話しかけられて、割と盛り上がって LINE 交換して、今すごく誘われてる。光の気持ち的にはどうなの？正直いいタイミングかなって思う。その社長さん、私の5つ上くらいで、まだまだ若いし、紳士的だし、何より私のことを大切にしてくれそうなの。ユータが他の女と会ってるんだったら、私も会ってもいいよねって思ってる。うん、会おう。もしダメだったら次行けばいいし、もし本当にいい人なんだったら、私は乗り換えた方がいいと思う。ありがとう。一旦会ってみる。ありがとね、こんな話。うんうん、私こそごめんね。2週間後。ひかり、今日はどうかな？最近会えてないし、LINE もあんまり来ないけど、体調とかは崩してない？ごめん、行かない。マジか。実は俺、今のバイト先に社員にならないかって言われたわ。秒で断ってやったけど。そうなんだ。だって嫌だろ、カラオケ店の社員なんてさ。もう会うことないと思う。今までありがとうございました。え？彼氏できたの。マジ？うん、だからさようなら、それだけ言いたくて。待ってよ、それ本当？うん。誰？俺の知ってる人？知らない人。
マジかよ。もう会わないってこと？それはないよね。会うよね。会わない。ちなみに何してる人？不動産会社の社長さんだよ。え、社長？すごい。私ね、ゆうたのこと好きだった。ずっと付き合いたかったし、結婚して子供も欲しかった。でもゆうたは付き合うつもりないし、いつまでもバイトのままだし、セフレだから文句は言えないけど、他の女の子が出入りしている家でエッチするのも最近は嫌だった。だから家にも行かなかった。そっか。ちなみに今俺が就職活動して光に告白したら付き合ってくれる？もう遅いよ。そっか、寂しくなるな。大丈夫だよ。ゆうたはモテるし、私がいなくても平気でしょ。まあそうだな。じゃあね、ゆうた。もう連絡することないと思う。鍵はポストに入れておくから。今まで本当にありがとう。すっごく楽しかったです。後日談。こんばんは、ひかりです。ここから2年後くらいに、ゆうたから復縁の LINE が来ました。どうやら就職もして、彼氏になりたいと言ってきました。私は例の社長さんと結婚していましたし、さすがに遅すぎと思いました。親友の夏希にこのことを共有すると、どうやら30歳になるにつれてモテなくなり、それで私にすがってきたようです。でも残念。もう遅いです。私がまだ未婚で、25歳より若ければ、また付き合ってたかもしれませんね。